アンドにそびされたウレータは、スペインビトリアガステース出身の元サッカー選手。ポジションは GK。ラリーガの歴代最多出場記録を持つ。デポルティーボ・アラベスユースから1980年に、アスレティック・ビルバオへ入団。1982から1983、1983から1984、シーズンのリーガ連覇を果たすと、 1985年1月23日のフィンランド戦でスペイン代表デビューを果たし、スペインを代表するゴールキーパーとして君臨。1986年のメキシコ W 杯に出場し、ベスト8入りに貢献した。同年 FC バルセロナへ移籍を果たすと、スペイン人最優秀選手に選出され、ヨハン・クライフの指揮の下で政治遺として、 1990から91シーズンからのリーガ4連覇を、1991から92シーズンのチャンピオンズカップ決勝では、サンプドリアと対戦し、ビアリ、ロンバルドの枠内シュートを防ぐなど、バルセロナのチャンピオンズカップ初優勝に貢献した。この間、1990年のイタリア W 杯や1994年のアメリカ W 杯に出場し、 1995年には代表通算100試合出場を達成した。1993から94シーズンはリーグ制覇を果たしたが UEFA チャンピオンズリーグ決勝ではイタリアの AC ミランに4-0と敗れ、1994から1995シーズンからバルセロナからバレンシア CFA 移籍。1997から1998シーズン終了後に 選手生活を引退。リーガ通算622試合は歴代最多出場記録となっている。1998年のフランス W 杯にもスペイン代表として出場して4大会連続出場を果たしたが、初戦のナイジェリア戦でミスから失点を許してしまった。スペイン代表では125試合に出場した。引退後の2001年から2004年までは、 アスレティックビルバ王のクラブディレクターを務める。2010年からは FC バルセロナのテクニカルディレクターに就任した。しかし SD としては多方面から無能の楽輪を押され、会長からの信頼も失い、追放に近い形で2015年1月5日に同 SD の契約を解消したことを公式サイトで発表した。ありがとうございます。